プロ野球は6試合が行われ、パ・リーグはオリックスがレギュラーシーズン最終戦で優勝を決めました。続きを読むセ・リーグ、DeNA 対巨人は巨人が3対2で勝ちました。勝ち、菅野投手10勝7敗。西武、大勢投手1勝3敗37セーブ。負け、浜口投手8勝7敗。巨人は1回、丸選手のタイムリーヒットで先制し、3回に岡本和真選手の押し出しデッドボールとポランコ選手の犠牲フライで2点を加えました。先発の菅野投手は5回を投げヒット7本を打たれましたが、無失点に抑え2年ぶりの10勝目を挙げました。DeNA はヒット12本を打ちながらチャンスを生かせませんでした。阪神対ヤクルトは延長12回、規定により3対3で引き分けました。阪神は1対0とリードした9回に7人目で登板したケラー投手が宮本選手と古賀選手のタイムリーなどヒット4本を浴びて3点を失いました。ヤクルトはその裏、抑えのマクガフ投手が梅野選手とプロ初打席の AA 選手にタイムリーを打たれ、同点に追いつかれました。延長ではどちらも決め手を欠きました。日本選手のシーズン最多となる56号ホームランと三冠王の期待もかかるヤクルトの村上選手は出場しませんでした。広島対中日は、中日が3対0で勝ちました。勝ち、柳投手9勝11敗。西武、ライデル・マルティネス投手4勝3敗39セーブ。負け、森浦投手3勝6敗。中日は6回、ビシエド選手のタイムリーツーベースと高橋周平選手のタイムリーで2点を先制し、9回に溝脇選手のタイムリーで1点を加えました。プロ初先発の根尾投手が3回を無失点に抑え、2人目の柳投手が9勝目、ライデル・マルティネス投手は39セーブ目を挙げました。広島はわずかヒット3本で完封負けを喫し、4連敗でシーズンを終えました。パ・リーグ、西武対日本ハムは、日本ハムが4対2で勝ちました。勝ち、根本投手3勝3敗。西武、北山投手3勝5敗9セーブ。負け、佐藤投手3勝4敗。ホームラン、西武、中村選手12号、共に今シーズン最終戦の試合は日本ハムが2点を追う5回に押し出しのデッドボールとフォアボール、それに野村選手の2点タイムリーで4点を奪って逆転しました。先発の根本投手が5回2失点で3勝目です。西武は4回に中村選手の12号ツーランで先制しましたが追加点が奪えず、3人目の佐藤投手が崩れました。楽天対オリックスは、オリックスが5対2で勝ちました。勝ち、宇田川投手2勝1敗。西武、阿部投手1勝3セーブ。負け、田中将大投手9勝12敗。オリックスは0対2の5回、伏見選手のタイムリーヒットと福田選手の2点タイムリーで3点を奪い逆転し、9回に伏見選手の2点タイムリーツーベースで突き放しました。4回のピンチから登板した3人目の宇田川投手が2回を無失点に抑え、2勝目を挙げました。共に今シーズン最終戦だったソフトバンクが敗れたため、オリックスの2年連続14回目のパ・リーグ優勝が決まりました。ロッテ対ソフトバンクはロッテが5対3で勝ちました。勝ち、岩下投手1勝。西武、オスナ投手4勝1敗10セーブ。負け、泉投手2敗。ホームラン、ロッテ、山口選手16号。ソフトバンク、三森選手9号。柳田選手24号。ロッテは0対2の6回山口選手の16号スリーランで逆転し、7回は中村奨吾選手と安田選手の2本のタイムリーツーベースで2点を加えました。2人目の岩下投手が今シーズン初勝利を挙げ、最後はオスナ投手が締めました。勝つか引き分ければ優勝だったソフトバンクは2人目の泉投手が打たれ、リーグ優勝を逃しました。